赤星でー川崎の方に来てるんですね。はいはいはい、今日はちょっとねゲストをお呼びしております、はい、この方です、どうぞ。あれ、あ、え、うわ、アシです。ちっちゃあ、いたいたいた。ということでね、来るか、来た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 、でアシネスアシネスです。よろしくお願いいたします。アシネスの1週間で YouTube ね、おじいちゃんと、そうそう、97歳。いや、ちょっとこれはぜひとも見てみてください。あ、ね、川崎をねホームタウンにしてるんで。そうですそうです。ちょっと一緒に二郎系行こうかなと思います。なるほどね。いや、川崎と二郎系俺もあほぼ食ってますよ。今回のところはないです。ない。これが最後の1点かもしれない。ここ行ったら制覇になるぐらい。マジで。桃鉄で行ったらカードもらえる。ということでね、早速行きましょう。アシネス。はい、というわけで、はい、ここからアフレコでございますが、アシナスが、ね、参加していただいたメンデルさんというところにみんなで行ってきましたね、うん、鹿島駅から17分、夜行駅からと23分という、うん、立地なんですが、実はですね、うん、昨年10月に僕病院に運ばれなければ、うん、はい、その次のお店として行く予定だったお店なんですね、うん、あ、なるほど、はい、満を持して今回3ヶ月半お待たせ店ということです。はい、ということで食券からね、これね、小小豚、大大豚、ね、ダブルもありますが、うん、期間限定で今ですね、フラオニニラ塩ラー油というのと、はい、四川味噌ベースなんてなって、これ赤崎さんが。あ、そうだよ、フラオニの方は。フラオニ。フライドオニオン。フライドオニオンか。そうなんですよ。呪文みたいな感じですけどね。フニクラね、フニクリフニクラ。ちょっと言えるけど。僕は大豚ラーメンを選択しております。うん、ということで、どんなのかっていうと、こんなんが来ました。大丈夫なのかとは思ってます。まあ確かに復帰してのお店ですからね、だいぶですね、さらにここにサービスうずらなんてもちょっといただいております、ありがとうございます、はい、で本来なんと野菜は増しまでなんですけども、うん、ちょっとおめでとうということで増し増しにしてくれました。おめでとう、ありがとうございます、ね、やっと祝福してくれる人がいます。あ、そうですね、ありがとうございました、メンデルさん、ありがたい本当に、でですね、こちらの豚はですね、うん、増してるんですが、うん、デフォルトでもこの大きさのやつも2枚入るということで、中には1枚でってお願いしてもいるらしいですね。なるほど、多すぎるんで、デフォがすごいから、すげえな、これですよ、うん、二郎系の中でもかなり多い方だと思います、うん、そうね、メンデルさん、器自体が相当でかいです、ね、あ、でかいでかい、うん、玉ねぎの真っ白もいいですよ、うん、猫うずら5個入ってますね、うん、さあ、というわけで重かったです、うん、この着丼もねえ、初めてね、バンダレーシューバー見たけど、いやいや、まあジャイアントシューバーか、ジャイアントシューバー、ね、ジャイアントシューバー見た時と驚愕のデカさだったけど、相当だぞそれマジで。こちらもイカれたデカさのギュチ豚でございました。ギュチ度は正当派です。はい、ちょっとアリューが分かったアリューが分かったですか。まあね、あの弾力が非常に特徴的で、まるでバーベキュー行ってるかのようなワイルド感ちょっとやっこんがりってことですか。まあそうだね、少し、ありましたような気もしました。うん、だからこれバラ肉ではないんですね、うん、肩かロースかどっちかな、腕、どこかなという感じですね、うん、はい。そしてですね、黒胡椒、うん、これはあのアムアムワールドのおばさん、がやっておすすめしていたですね、ダイレクト胡椒、はい、ダイレクト胡椒、ダイレクト胡椒、うん、これやってみたかったんですよ、うん、ついにメンデルさんで、うわいったー、これあの胡椒をね、うん、噛み砕きすりつぶすうまさ、これはちょっと毎回やりたいなと思いますけども、セルフミルね、セルフミル、セルフミルね、毎回、あ、スープ、さあそしてスープですね、非乳化系の、あ、そうだったんだ、はい、なるほどね、あざくさんは汁なし用、そうですね、はい、はい、で甘みがちょっとあるんですが、うん、藤丸みたいな感じじゃなくてちょっとフルーティーなね、さっぱり感がある、スープでしたね、でこう豚かじってで、うん、スープを一口飲むみたいなのがすごい美味しかったです。いい、ね、染みさせて、はい、いいですね。で、特別マシマシ野菜はですね、結構なシャキ度を誇っておりましたよ、うんうん、ねえ、そしてあの魚粉の香ばしさ、油の旨味、これてっぺんからいってるんで、うん、ここが一番美味しかったですね、最初の頃、なおね、てっぺん、なるほどね、作ってる感じが、全部かってるから、油が多かったんですが、うん、ちょっとそれがよく取れてなかったのが残念ということでね、うん、まあ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 、すごい量だったんですが、結構食べ進められましたよ、うん、てかもうね、全部の量すごいです、あ、全部の量すごいです、はい、だってね、あの麺うめえなって言ったら、あ、僕まだたどり着いてないですそうですね、7分ぐらいまで麺行ってなかったんで、ようやく麺ですけども、蓮見さん近いんですね、同じ川崎で、はいはい、なのでちょっと影響もあると言いますが、はい、このバキャブト麺、
ハスミほどに硬くはないんですけども、うん、まあ、もちもち食感でこの太さいけるという、メンデルさんならではの小麦の香りもねすごくね、よろしいです、よろしいです、はい、でこちらはスープの染み込みも良かったんで、うん、塩気あふれてきますね、うんうん、ただ実はメンデルさんねもう少し前は少し違った麺だったんですよ。ほう、それはあの調べてください。おっとっと、はい、ここに画像はないんでちょっと教授、あ、そうなんですか。あのね、あのベビースターラーメンのあのくっついて5本になってるやつあるじゃないですか。 あれですね、あれっぽい見た目だったの前あ、平たい平太かな、うん、そう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 、で、これになったということだと思います。あ、昔からそれもあったのかもわかんないけど選択してね、結構個によって違うとおっしゃってたから、あ、そう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 、他のメンデルさんとはまた様子も違ってきますと言ってるところで、ニンニクは2杯ね、玉ねぎの辛さももう味わってるんですが、ニンニク自体はバランスニンニクということで、辛すぎない、そう、ただですね、そうですよ、やっぱ先ほどの麺が太いんで、あのニンニク自体もよく噛むことになるんですわ。あ、なるほどね、麺を麺を、そう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 、で噛み砕き麺なんですけども、あの調べました、ニンニクなどのですね、はい、水溶性食物繊維の多い食品はなんと、コレステロールを含んだ胆汁をですね、はい、排泄する効果があるということで、はあ、うん、私にはやっぱりもってこいなんですね。で、胆汁はまだ作られてるんですか。あ、胆汁は出てますよ、胆汁出てます、はい、体の仕組みがわからないんであんまり溜まってないだけですはい、出てます ね。あ、そして天使さん、あらね、808というのはハワイの国際電話番号だね。ね、あ、そう、ちょっとね、店名が謎だったからね。そう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 、なんだろうなと思って、八百屋かと思ったけど違いましたね。あ、そうね、八百屋。と言ってる間に、しょっぱレベルは3ということで。平均。平均的です。ね、しょっぱさよりも、うん、あの醤油のですね、ちょっと発酵、二次発酵を抑えるアルコールを使ってるんですけど、醤油っていうのは。うん、詳しくなりましたね、どんどんいっぱい調べる時間あったんでその風味をね、感じましたね。へ、そうなんだ。うずらも美味しいということで、うん、一気にいきますよ、唐揚げ。え、ちょっと待ってよ、ダイレクトでいってる。いきます、これ、はい、どういうことこれ。あの、僕ね、ふやかすの好きじゃないんですね。まあ、食感をね、はい、いや、だからあの、ね、カリカリいきますよ、そのままどん兵衛のそばじゃないかな。かき揚げか、かき揚げね、そういった感じで僕はいきますね。ただあの辛さ申し分ないんでね、これ別皿申告しないと丼に入ってくるんで、ええ、好きな方は別皿でいきましょう。ああ、そうね、味を邪魔しないように食い方が終わったな3人一気に、ごちそうさまでございました。結構前に完食してたんですね。あ、そういうことですね、忘れてたわけじゃないですか、ね、忘れてたわけじゃないです、あの取っておいた、91.16、ほとんどが90超えということでございますよ、ね、よかった、おいしかったということでね、メンデルさん、今回アシナとね、はい、まあ、コラボさせていただいたんですが、実はアシナスはね、このチャンネルにでかい影響力をもたらした人なんですよ、実は。あのですね、あの徳川家の末裔チャンネル時代に、徳川家で見てる人いないから、ラーメンやってるなら、それっぽい名前にした方がいいよ、あ、まあ、意味不明だったもん、なんでね。そうそうそう、それを最初に言った人なの。あ、マジか、変えようと思って、赤星マシマシ TV にしたんです。あ、はい、アシナスがこのチャンネル名を考えたと言っても過言ではないけどねまあ一番最初に言ってくださってありがたいですね、多分全員思ってたことだと思う。そうだったろ、うん、全員思ってます。タイミングの違いで多分そっか、うん、2番目で社員さんが言いました。俺もう嘘だと思ってたし、え、徳川家の末裔ずっと、だって徳川家にまつわる動画1個もないんだもん、パチコキマンだと思う。確かにな、ないよな、ずっとパチコいてるんだもん。まあ、その証拠たる動画上げてないからすいませんですけど、ね、まあでも今度はね、アシナスのおじいちゃんがね、色気を食べるいやいや、誘ったんだけどね。いや、やめな、やめとけ。誘ったんだけどね、誘うな、ちょっと負担がでかいだろ。でかいなって、あとコロナでね、あれだし、まあね、うん、まあまあまあ、いろいろ結構食うけどな、あの人。あ、そうだね、本当にファーストフード食った、元気よ、ファーストフード食ったし、本当にその様子はアシナスの YouTube チャンネルで、そうですね、流れてますんで、ちょっと見てみてください、一回、はい、すげえ面白いんで、ということで今回は行ってまいりましたが、この次、赤崎さんの動画別メニューで、別メニューで、はい、よろしくお願いいたします。ごちそうさまです。Thank you.